ちゃんと琴の葉あかねと目指せ琉球さんさん第24回始まるよ。1791年11月29日、スウェーデンスブルクに宣戦布告や、オーストリア込みであれだけ同盟国いても歩兵は20万やけど砲兵は7万で明王海水勢やな。兵力は琉球幕府234万、レーゲンスブルク同盟は32万5000や。1792年1月9日、スカンディナビアに宣戦布告や。兵力は琉球幕府237万3000、スカンディナビア同盟が41万8000や。ので4万足な。5足の4倍速でもカウントするように1日積み取るな。レーゲンスブルク首都レーゲンスブルク陥落や。ワルシャワの戦いにてオスマン軍6万3000がコモンウェルス軍3万7000を撃破したで。シャスオスマンは規律、指揮、戦術、兵力全部上回ってたからな。それが行方不明事件。ルブネ要塞陥落やで。コンスタンツを全土併合。マクベブルクを全土併合。ベンガルはティロン。ティロンってなんや。コモンウェルスと白紙和平。ミラノと1プロビ割譲と366ダカット支払いで講和や。
暇なプロ部活動で講話するで。全然進まなかったな。最後の将軍は1、2、3で微妙やな。ヘルレオ全土併合。
強行領とローマの割譲とスカンディナビアから一プロビ割譲シトラースブルクの全土併合で講和や。キリがいいので今回はここまで。次回もまた見てね。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。動画を楽しんでいただければうちらも嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。チャンネル登録は真ん中のアイコンから登録可能です。よろしくね。それじゃあ次回もついなちゃんのドゥルルンの目指せ琉球三山で See you next on